Paramatch TV。 皆さんこんにちは、 OHK アナウンサーの中塚美穂です。2023年、今年も何卒よろしくお願いいたします。ということで、新年一発目の OHK アナのクスクスとなるんですが、私新年一発目は書き初めに挑戦したいと思います。はい、なんか正月というか新年らしいですねもうだいぶちょっと過ぎちゃったんですけれども、この書き初めというとやっぱり小学校ですかね、冬休みの宿題で書き初めの宿題が出て、年始学校に登校した時に提出して、それがこうコンクールに出品されたりとかっていうことをすごく思い出しました。ちなみになんか小学校3年生の時に書き初めでなんていう文字を書いたかを忘れたんですけれども、クラスで選ばれて、それが大会の方に、大会かな、なんか書道のこう展示の予選の方にこう進んでいった、その思い出があります。で、私自身実は幼稚園の年中から小学校5年生までいろいろ転勤もあったんですけれども、書道教室に通って書道を習っていました。そして中学に入学してからは、高校卒業するまで書道部に所属をして、もう小さい時から高校卒業まで書に携わる、そういった生活を送っていました。なので文字を書くことが本当に大好きなんです。よくこう今でも台本だったりとか、こう手書きで書くこともすごく好きですし、年賀状は大学の途中ぐらいまで送ってたんですけれども、宛名とか友達の住所とかはすべて手書きで書くことにすごくこだわりを持ってやっていました。なんかそっちの方が温かみがあるというか、手作り感があって、母からはよくそんな枚数手書きで書けるねと驚かれてたんですけれども、まあ、その母も書道をずっと習っていたことがあって、なんか字を書くことが好きなのはいいことだよってすごく言われて育ってきたので、はい、書道はとても好きです。ということで、今回はその大好きな書道を使って書き初めをしていきたいと思います。今回書くのはですね、私自身が立てた2023年今年の目標を書いていきたいと思います。まあ、書道なのでそこまで文字をたくさん書くことはできないので、単語というか言葉ですかね、を短くしたものを書に書かせていただいて3つ書きますので、その後にそれぞれの理由を説明していければと思います。でですね、ちょっと先に2枚は書いてしまったので、3枚目をね、実際に皆さんとに見ていただきながらここで書いていこうと思います。よし、じゃあ半紙を4文字なので四つ折りにしますね。こんな感じで折って、この作業も懐かしいですね。ちょっとふわっとした感じで折ってくださいねって習った気がします。よし、気合を入れるために袖をまくります。書いていきますね。文鎮っていう名前も懐かしいですよねよし、では書き初めしていきます。なんて書くんでしょうか。よし、いきます。筆を入れる瞬間はとても緊張しますね。さっきちょっと練習してたんですけど練習ではちょっとうまくいったんですけど、本番となるとうまくいくか。よし、どうしても心を落ち着かせるために言葉数が少なくなってしまうんですが、すいません。よいしょ、よし、まだ何の文字かわからないですよねはい、もしかしたらもう皆さんの中にも書き初めしたよっていう方いらっしゃるのではないでしょうか。
構書道は止め跳ね払いが難しいですよね。ちょっと私は7年のブランクがあるので不安です。あ、本番よりもちょっと下目になってしまった本番よりもじゃないですね、練習よりも。やっぱり話しながら書くと難しいですね。よし、バランス的にあちゃーって感じです。よし、次2文字目いきますね。墨がだんだんなくなってしまった。足りるかな墨の これね、よくあるんですよ。ちょっと筆先が割れてしまうことも。ちょっと墨を追加しようかな。よし、墨を追加します。あるあるですね、これもごめんなさい、書いてる途中なんですけれども追加します。よくなくなっちゃうんですよね。なんか懐かしいな。なんか墨汁をなんか買って、墨汁のボトルみたいなの持ってたんですけれども、自分で吸って墨も作ってましたね。でもだいぶ時間かかるんですよね、あれ。墨を吸ってやると最初は全然濃くならないじゃないですか。何分ぐらい吸ってたかな、15分ぐらい書を書く前に吸ってた思い出がありますね。よし、2文字書き終わりました。異国って何と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。よし、3文字目。なんかあれかなって思う方も出てきたかな。よし、ちょっと難しいポイントですね、力の抜き加減が。バランスも大事ですからね、書は。ブランクを埋められるのか。最後の一文字いきます。えい、よし。なんかこの心を落ち着かせて書を完成させていくというのが日本の文化って感じがしていいですね。あー、バランス的にはどうだろう。えいちょっとどうでしょうか。私的には60点ぐらいの出来なんですけれども、完成しました。異国文化ですね。はい、これ3枚目になるんですけれども、じゃあその前に私が2枚なんて書いたのかを、どういう風に書いたのかをご紹介していきたいと思います。こちらがね、3つ並べたんですけれども、じゃあまず1つ目紹介していきますね。じゃじゃん、粘り強さです。ちょっと力強い感じで書いたんですけれども、この粘り強さはどういった意味なのかというとですね、主に体力で粘り強さ、持久力をつけたいなと思って選びました。というのも、私運動の中だと瞬発力っていう部分に関してはちょっと自信があるんですが、持久力が
ないなって思うことが本当に多くてですね、例えば短距離走は得意だけど長距離走が苦手という、まあ、典型的なタイプですね。はい、もうその体力をどれくらいまでこう持続できるか、その持久力、粘り強さを今年はつけていきたいなと思います。今やってる運動としてはもうストレッチとか、あとダンス踊りたいなっていう時にダンス踊ってるくらいなので、なんかこう自分で走ってみたりとか筋トレをしてみたりだとか、体力をずっとこう温存できるような粘り強さをつけられるような運動に今年は挑戦したいなと思います。去年今川アナウンサーがマラソンをこう完走されて、その姿にとても感化されたので、一つ目の目標に選ばせていただきました。そして2つ目、じゃじゃん、2つ目は密着です。一番なんだこれって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、今私報道番組に携わっていまして、まあ、報道番組に携わるアナウンサーとして、もっともっとこう地元の町人に密着した企画だったりとか放送内容を考えていきたいなと思っています。今年3年目になるんですけれども、まあこの町人にずっとこう密着して取材ができるっていうのはテレビ局報道ならではだと思うの で、この会社に入社するとき、入社試験でもそういった人を町に寄り添えるようなアナウンサーになりたいと話して入ってきたので、今年はそういった密着、人、町に密着した番組を皆さんにお届けできるようになれたらいいなと思って選びました。そして3つ目ですね、じゃじゃん、これはちょっとプライベートな部分も入ってくるんですけれども、先ほど書いた異国文化です。まあ学生時代ですかね、受験するとき英語の勉強はしてきたんですけれども、まあ、短期留学も行ったりとか英語圏に触れてはきたんですけれど、大学時代に第二外国語としてフランス語を専攻したんですね。で、4年生になったら絶対にフランスに行きたいと思って、まあ、お金とかも貯めてたんですけれども自分でまさかのコロナが流行してしまったのが、私のちょうど大学4年生がスタートしたぐらいだったので海外には行けなかったんですよ。で、その悔しさがあるので、今年、まあ、落ち着いてきたら海外に足を運んで自分の目であの異国文化に触れてみたいなと、肌で触れてみたいなと思っています。で、去年から韓国語の勉強もしていて、まあ、今年検定とかも受けられたらいいなと考えているので、そういったいろんな国の文化をプライベートでも、まあ、お仕事でも触れていきたいなと感じています。この3つが私の今年の目標です。はい、結構大きな視点から見た目標を立てたんですけれども、2023年の年末それが叶えられているかどうか結果を報告させていただきますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。粘り強さ、密着、異国文化、それぞれずっと頭に置いて今年1年頑張っていきますので、今年も何卒よろしくお願いいたします。それではまた次回の OHK アナのクスクスでお会いしましょう。バイバーイ。